皆さんこんばんは。今ご紹介いただきましたコーでございます。人前で話するのは実はすごく久しぶりでですね、テレビとかはしょっちゅう出てるんですが、人前でお話しするのはですね、もしかするといつですかね、4月1回ちょっと神戸でやったんですけれども、こういったところでですねお話しするのはちょっと久々でですね、ちょっと緊張してますけど、今日はですね、いらっしゃっている皆様、少しでもですね、何かこう参考になればなと思うんですが、こういうセミナーでお話しする話はですね、大体変な話なんですが、期待外れで終わるケースが多くてですね、結局この講演者は何をお話ししたかったとかですね、あと今日いらっしゃっている方々、多分おそらくご自身が今日期待していることというのは多分皆さん違うと思うんですね。ですので、それぞれの方々 の今日私お話しすることに対するですね、満足度というのはかなり、程度差が多分あるんだろうなと思います。ちょっとその辺はご容赦いただいて、今日はご用意したですね、レジュメに沿ってお話をするんですが、ちょっと最初はですね、大きなちょっと話をしたいなと、ちょっと思っておりまして、ちょっとお待ちくださいね。皆さんの手元にも資料はあるんですけれども、一応ヘッジファンドマネージャーっていう名前、一番最初の題目をつけたんですけれども、これは別にそういう仕事の職種だってことで、市場を見る立場というのはですね、それぞれ私であったり皆さんであったり、個人投資家さん含めてですね、実はそれ変わらないわけですね。もう結局マーケットっていうのはあるか下がるかしかなくてですね、その背景は何なのか、できればですね、できるだけ早くですね、その将来の動きを予見できればいいんですけれども、残念ながらですね、私もこの仕事を25年ぐらい、もう26年目なんですが、ほとんどですね、もう予想通りにいくことはありません。ないですし、予想通りになったとしても、逆にその時にポジション取れてなかったりですね、するケースが非常に多いです。で、やっぱり最近、独立してからもそうなんですけれども、以前から思っていたのはですね、いかにその、今日の話とちょっと次第違うのかもしれないんですが、感情を抜いてですね、体と心がこう離れる時、これちょっと今日は一番強調したいなと思ってたんですけれども、つまり気持ちはですね、どうもマーケット上がりそうだと思ってるんですが、体がその逆の方に行ってると、これどっちを大事にすべきなのかってことなんですね。で、答えから言いますと、やっぱりその、体というふうに言った方がいいのかわからないんですが、やっぱりマーケットが動いてる方にやっぱりついていくということが、一番端的に言うとですね、大事だってことですね。で、例えばそのマーケットが動いてる背景というのは、何かしらこうあるわけですね。例えば原油市場について、後でまた詳しくお話しますけれども、例えば最近で言えば、シェールオイルの生産量が非常に増えてるとかですね、イランの問題が昨日解決合意したとかですね、いろんな話あるんですが、それと関係なくマーケットって動くケース結構ありますよね。その時にどう対応するかと。いや、イランが、核協議で、合意したんだから、イランの輸出が増えるでしょうと。で、イランの供給が増えるんだったら、需給がやるのから価格が下がると、こういうふうに考えるのが普通なんですね。実はこの今お話したコメントがまさに昨日の日経新聞という感じで私の顔写真入れてですね、出ちゃってるんですが、それはどちらかといえば気持ちの部分ですね。気持ちの部分。ただじゃあ実際マーケットがどっちに行くのかっていうのは、これまた正直なところ別ですよね。もし上がるんだったらそれはそれで買わなきゃいけない。その逆もしっかりですね、気持ちと体がうまく一緒になれば、もしかすると気持ちよくですね、収益を上げられるかもしれない。ヘッジファンドマネージャーっていうのはですね、いろんなそのシナリオを立てるわけですけれども、大体がですね、どうでしょうね、いろんなその規模で会社やってる会社あのところがありますから、例えば後ちょっと話しますが、ジョージ・ソロスのようにですね、OM がいて、その OM の言う通りにやるっていうファンドもありますし、合理的にですね、何かの複数のファンドマネージャーがいて、3人4人が大体ご意見があればそちらのポジションを取るとか、そういったケースがあります。いろんなケースあるんですが、最近ではどちらかというと後者、むしろ3人4人ではなくてですね、もっと数が多いですね。もう10人とか30人とか、もう非常に規模の大きいですね、アメリカのヘッジファンド、例えばシタデルとかですね、ブリッジウォーターとかですね、こういったところはもう非常に大きな規模でやってますよね。だいぶそういった意味ではヘッジファンドマネージャーというか、ヘッジファンドのですね、その戦略の構築の仕方ってだいぶ変わってきてはいるんですが、少なくともですね、どちらかというと今はいろんなその背景をですね、
つぶさに見て、その上で、買うか売るかを決めているというところはおそらく多いと思いますね。ですので、どういうふうにこうどういうまあその経路でですね戦略を作っていくかというのが、まあ、彼にとって実は非常に重要であって、まあ、例えばそのシナリオ作りだとかですね、まあ、後ほどお話しますがシナリオ作りとか、あとはその統計ですね。特に今はやっぱり、統計を非常にまあ使って運用している会社がものすごく多いというか、まあ、おそらくほとんどそうだと思います。まあ、ジョイス・ロスのようにですね感覚でやるっていうところはですね、まあ、ほとんどないんじゃないかなと思います。まあ、そんなようなことなんですが、まあ、私にとってですね、まあ、今ちょっとヘッジファンドの話したんですが、まあ、今そのシナリオ作りっていうところをちょっと触れたんですけれども、今これちょっと見ていただいているのはですね、まあ、原油価格の推移なんですね。2003年から9年ってことなんですが、まあ、私の中でそういったシナリオを作ってですね、まあ、相場の見方が非常にうまくいったっていうケースをちょっと、まあ、今回ちょっとお話したいんですが、2004年のところですね、まあ、ちょっとこれ非常に分かりづらいんですが、この辺りですね、2004年にですね WTI 原油がですね初めて1バレルあたり40ドルを超えたんですよね。で2004年にですね40ドル超えるんじゃないかなっていう分析を実は私してですね、まあ、今日いらっしゃってる方結構若い方多いので、もしかしたらリアルタイムで見てらっしゃらない方多いかもしれないんですが、2003年にですねいろいろこうアメリカの需給をですね石油の需給を分析していきますと、どうも2004年になるとこれ相当物が足りなくなりそうだなということが分かりましてですね、結構これは2003年の秋口からですね年末にかけて、まあ、いろんなメディアでですねマロリタさんとかブルームバーグさんにですね、原油は多分40ドル来年超えますよと、かなりいろんなところでお話したんですね。で当時原油価格が23ドルとか5ドルぐらいで推移してましたので、まあいよいよ山にも気違いになったかと、気が狂ったなと言われました。でこれは結果から言いますと、まあ、大当たりですね。まあ、これは世界の中でもエモリが一番相場が当たったって言われた、まあ、一つの例なんですね。まあ、これ別に自慢話とかじゃなくて、でなんでそういうふうに考えたかというと、まあ、アメリカの、まあ、これ当時覚えてらっしゃる方いらっしゃればご記憶あるかと思うんですが、アメリカの製油所の問題があってですね、海外から輸入する原油とそれを使ってアメリカの製油所が生成して、作る石油製品、まあ、これの需給のアンマッチが起きていると、起きるだろうということを、まあ、当時思ったんですね。で需要が非常に顕著に伸びてましたので、まあ、おそらく相当原油価格が上がっていくでしょうと思ってました。で実際まあそうなりましてですね、まあ、これで、結構私もですね今やってる仕事が非常に今やりやすくなったということがございました。で2005年に入っていきますとさらに相場が強くなっていきまして、これどうなのかなと、いよいよこれもマーケットもですね、まあ、相当強まっていくなと思いました。でちょうど私のですね住友商事時代の同期のやつがですね、結構マーケットでは有名なですね石油のトレーダーをやってるのがいてですね、まあ、今フランスのビトールってところに勤めてますが、まあ、当時は BP ですねにいてですね、まあ、ちょうどロンドンに出張に行きまして、まあ、彼に会ってですね、まあ、彼とは大学もたまたま一緒だったんで非常に仲良くさせてもらったんですけども、いや非常にやられたと2004年の前半ボロボロだと、もう億単位で損しました、こんなこと初めてだと。要はですねこのマーケット その大台が変わったわけですね。40ドルっていう今まで前人未到の領域に入ったわけです、2004年にですね。でこれはもうとんでもないことになってると、でね後半はこれはもう何も言わずにもうマーケットもそういう状況なんだからもう買うしかないなと思ってると、だからもう目をつぶって俺はロングにするよというふうに言ってました。で半年間、まあ、ちょっと連絡が取れなかったんですが、まあ、その後また連絡取りますと、いやもう後半で全部取り返したよと。でこれはまさに心と体が離れてる状態ですよね。本当はもうこんな値段ないし、もうこんなもう石油製品がですね値段が原油価格以上に石油製品の値段が実は上がったんですね当時。でいわゆるそのクラックスプレッドっていう製品価格と原油価格の値差、これも異常に開いたわけですよ。そんな値段の差もなかったし、原油価格の水準そのものもなかったわけですね。でそういったことが実際起きちゃうと、大体こう一番最初に何が起きるかというと、プロがボロボロになるんですね。プロがやられちゃう。でやっぱりプロはどちらかというとこうファンダメンタルズアプローチをする方が基本的に多いですから、これは違うでしょうと。で皆さんも40ドル以上で空売りして年前半で打ち死にされたと。でも年後半になるともうしょうがないねと、もうここはもう割り切るしかないと。ここで切り替えて、マーケットに対応した方が、まあ、その後生き残ってる、まあ彼も生き残ってますけどね、今だに面白い生き残ってるんですが、
まあ、そういった形でやっぱりそのどこかでこうマーケットに対してですね折り合いをつけていかなきゃいけないということがやっぱり起きてくるわけです。でそういった話をですね、実はあの2005年の確か年末ぐらいですかね、今日ちょっと手持ちがないんですが、勝投資という本を私出しましてですね、その話も少し触れて、将来、コミュニティ特にゲーム価格がどういうふうになりそうかという予測を実は書いてるんです、ね。2005年の12月だったと思います、出したのはですね。で2008年にゲーム価格が非常に高い水準まで上がりますと。でこれは2008年に中国の北京オリンピックがあったり、まあ、新興国がこれから伸びていくでしょうと。でかなり強い層が出てきますということをかなり明確に書いてます。でその2年半後ぐらいにですね、実際に価格が暴騰したと。まあ、当時のこういろんなの書いたり喋ったことをまあ振り返ってみると、まあ、150ドルぐらいまでに行って、で7月あたりでオリンピックの前に天井をつけて暴落して60ドルまで下がりますっていうのをですね、結構いろんなところで僕書いたり喋ったりしてたんですね。で実際マーケットこれ振り返ると、2008年のですね、まあ、結局あの2009年入ってからですね、まあ、30確か2ドルだったですかね。で底打ちしたんですが、まあ、私の予想した以上に60ドル以上にですね、実は値段下がってしまったんですが、まあ、一応マーケットの方向性としてはですね、かなり的確に見通しができたと。でこれもやっぱりまあ、一つはやっぱファンダメンタルですね、アプローチがうまくいったっていうのは一つの例かなと思いますね。でただやっぱりこの147ドルでしたかね、高値、まあ、これはやっぱりマーケットの観点からすると、まあ、明らかに異常値ですよね。まあ、本来、まあ、おそらくこの原油の伸びとか、まあ、価格のトレンド的に言うと、まあ、やっぱり100ドルとか、まあ、115ドルぐらいがですね、まあ、いいとこだったのかなというふうに思います。でこういった2004年とか2008年というですね、この節目のように見えないんですが、実はこれ4年とか8年というのはですね、非常に重要な節目なんですね。まあ、皆さん私の昔から書いてることを読んだり、聞いたりされてる方はご存知かもしれないんですが、私1990年代からコモディティには4年間で天井をつけるサイクルがありますという話をずっとしてるんですね。でこれ後で CRB 指数でも何でもいいんですが、調べていただければお分かりいただけるんだと思うんですが、まあ、今日ちょっと資料用意してないんですけれども、4年ごとにですね、なぜかコモディ価格が天井をつけてるんですね。で2004年もそうだろうし、2008年もそうだろうという予測がその背景には実はありました。まあ、サイクルというのは非常にやっぱり重要でですね、まあ、これを無視してマーケットの分析をするというのはですね、まあ、完全に片手落ち、まあ、片手落ちという言い方は本当はしていないんですけどね、そういう形だと思います。で一つまあ外れたのはですね、ロンドンオリンピックがあった2012年ですか。これなぜか4年8年というのはですね、夏のオリンピックとアメリカの大統領選挙がある年なんですね。なぜかその年にコモディティ価格が必ず高くなっています。それが外れたのがロンドンオリンピックの年、2012年。でその前年、まあ、もっと言えばそのさらに前ですね、ヨーロッパの債務危機がありまして、まあ、ここでマーケット その環境がぐちゃぐちゃになりましたですね。で金の値段は確か2011年の9月ですかね、1920ドルでしたっけ、つけて、まあ、そこから下がっていってしまったというですね、まあ、ちょっとそこで相場をやってしまったのでですね、2010年にはなかなか上がらなくなってしまって、まあ、そのサイクルは若干こうちょっと狂ってしまったと。まあ、ただ、最終的にちょっと結論として今日言おうかなと思ってたのところで言うと、まあ、今度のその4年後というのは2016年、ブラジルのオリンピックに来るのではないのかなという気がしてまして、まあ、それと今のコモディティ相場のこの非常に悲惨な低迷ぶり、これとどう、まあ、これから折り合いつけようかというのはですね、まあ、今の私のテーマでもありますね。本当にその2016年上がっていくのかどうか、今の環境から考えるととても上がるように見えないですよね。もう原油ももう低迷してるし、金なんかはもう1200ドル割れがこんなに長く続くのかと。もう1200ドルって確か生産コストじゃなかったでしたっけっていう話ですよね。もう私ももう意外に潰れっていう気もなんですが、もう1200ドルは我々は買いですよ買いですよって言っていつ上がるんですかっていうお話ですよね。だったら株やった方がいいんじゃないですかと。もうその通りだと思いますけれども、まあ、これからちょっとお話する話を聞くと、まあ、そろそろちょっと考えてもいいのかなっていう気持ちには少しなっていただけるんじゃないかなと思います。ちょっと全体がちょっと長くなってしまったんですが、今はちょっと原因を話したんですけれども、今日のテーマのメインではないんですが、銅の話ですね、銅相場。まあ、もしかしたらちょっと皆さんご記憶があるかもしれないんですが、実は私、住友商事という会社に昔勤めておりまして、住友はですね、銅で、
2600億円とですね、大損したのは1996年ですね。でそれで、まあ、今期また同じ金額をですね、シェールオイルと見つけるとかでですね、また損化しているというですね、まあ、非常に相場が下手な会社なんですね、住商というのは。私がいたから何なんですけれども、本当にやっぱり商社っていうのはですね、情報を持ってるんですけど、やっぱり相場が下手ですよね。まあ、ただ、下手という言い方はちょっと正しくはないんですけれども、まあ、投資をしている対象があまりに大きすぎますね。まあ、山であったり、石油の鉱物であったり、大きすぎるので、まあ、やっぱりうまくヘッジしないとですね、まあ、儲からない。まあ、ヘッジをまあ結局してなかったっていうことなんでしょうけれども、まあ、そういったことがあったと。で、私の相場の今度失敗の話なんですが、ですね、これちょうどマーケットがこう、この辺、ダウントレンドになってますよね。90年の半ばからずっと、私は社会人だったら90年なんで、まあ、90年からの相場しか、まあ、リアルタイムで見てないんですが、こうダウントレンドになってると。で、94年の半ばぐらいから実はこれ上昇トレンドに入ってるんですね。入ってますよね、ここ。ちょっと見づらいんですけれども。で、95年のですね、ちょうどこう、どの辺りか、この辺りか。揉み合ってるところございますよね。これまあ実はもう95年入ってるところなんですけれども、揉み合ってるところ急にビヨンって上がってますよね。ちょうど揉み合ってるところで実はですね、私まあこれも上がらないんじゃないかと大量にショートポジション取っちゃったんですね。もう会社に言われる限度いっぱい個人に与えられてるショートポジション限度取っちゃった、いっぱい取っちゃったんですね。でこれまた非常にタイミング悪いというか、私の自分自身の誕生日でですね、翌日からロンドンに出張が決まってたんですね。で普通こういう時にはポジション取っちゃいけないんですよね。なのにもう上がらないだろうということで大量のショートポジションを取ってしまって、出張の準備もですねままならないままですね、夜をずっと過ごしてですね、翌日土曜日のですね朝11時台の飛行機でですねロンドンに帰ったって言って、で向こうに着いてですね、上司にですね東京から怒られてですねポジション縮小するというですね、悲惨なことがあって非常によく覚えてるんですが、まあ、これも当時の需給とですねマーケット動きからするとありえないだろうとやっぱ思ったんですよね。でこれはまさに体と心の問題で、やっぱりマーケットが上がっちゃってきてると、やっぱりこのダウントレンドが抜けてきてるんですよね。当時はもう全体的にあまりこう景気が良くないとか需給が余ってるということで値段上がらないだろうとやっぱ言われてはいたんですよね。ただそれでもやっぱりマーケットが上がってしまったと。個人的にいろいろ考えた結果取ったポジションではあったもののですね、結果が全く違うことになってしまったと、まあ、そこですぐ対応できればよかったんですが、まあ、そうならなかったと、まあ、これもそういう意味では先ほどお話した内容のですね、まあ、いわゆる逆バージョンということですよね。ですのでやっぱりその気をつけなければいけないのはですね、いろんなこう分析をするのはもちろん大事なんですけれども、その結果とですねマーケットの向きが違った場合にですねどうしたらいいんでしょうかと、やらないかマーケットの動きについていく、これしかないんですよね。もうやめちゃうか、もう自分が間違っていたらポジション閉じてやめちゃうか、何しろもう土手にしちゃってですねマーケットの動きについていく、もうどちらかしかないですよね。やっぱり頑張るっていうのは最悪ですよね。私もそういう意味では頑張れる余地がなかったんでもう全部切らされたんですが、そういったことを非常によく覚えてまして、まあそういった経験がありながらもですね、まあ今ねやっぱり失敗を繰り返してですね、まあ今日に至っていると、まあ、非常に何回経験してもですね、なかなかこううまくやれないというのがですね、このマーケットの、まあ面白さでもあり、まあ、大変さでもあるというところかと思います。